はい、どうも、ゆうきと優勝、アルビバンチョです。はい、皆さん、ゴールデンウィーク、どうお過ごしでしょうか。僕は、10連休もいただいたので、もう、だらったら生活してますね。はい、もう、だらったら生活してて、しかも、新潟って、曇り空が多くて、すごく気分が落ち込むんですね。もう5月病にかかりました。結果も、コッコルピア漬け作りましたからね、今日月の。コッコルピア漬け作って飲んでましたね、昨日。はい。ダイエットの日時発表します。次は、明日です。明日。ね、レインボータワー付近のあそこら辺、罰ゲームやるんで、まあ午後から罰ゲームをしに、バンダイに行きますので、ぜひね、本当にね、桜が欲しい。俺知らない人たち怖いから、ちょっとね、格好が恥ずかしすぎるから、できれば皆様見てくれてる、チャンネル登録してくれてる方でもいいし、僕のこと知ってる方でもいいんで、ぜひ遊びに来て、声をかけてきてほしい。もうね、笑わないで声をかけてきて、あ、いたんだ。そんぐらいの気持ちで声をかけてもらえば、僕は元気がもらえるはず。すごく頑張りたいので、明日はぜひ、皆さん、チャンネル登録してる方でもいいし、今これ流れて見てくれてるあなたも、ぜひね、バンダイ、カップルで来て、カップルで来てあの人先輩だよって言われるとすごく嫌だよね、なんか。明日5月の3日、午後から、アルビバンチョは、罰ゲーム、ダイエットの罰ゲームとして、バンダイ口に入りますので、来てほしいっていう感じ。の動画です。マジで操作マジで来てくれよ。そう、明日はねちゃんとやるんで、マジで遊びに来てね。うぃー